今んとこの最高じゃねえか。さすがズッキーな。さすが全国。俺より飛んでんだけど。西野屋って身長150くらいだよな。160だこれ。でも今すげえいいストレートでしたよ。おお、影山は励ましを覚えた。あ、集まれた。ブロック3枚。決めたれ。それだけじゃねえよ。いいか、分かってると思うが、宿で騒ぐんじゃねえぞ。ウィス、これ絶対座敷わらしとか出る系のやつ。おお、探検しようぜ。ウィス、見てもらうのは滝の上電気店渾身の俺すげえ動画だ。すげえ、見て。おお、かっけえ。この曲はな、何やら想像以上にハイクオリティ。10番だけに気を取られるな。ここでブロックを嘲笑うかのようなツーアタック。影山この野郎、クソ野郎。腹立つな。超悪い。いやらしせー。全部悪口じゃねえか。月島。はい、レフト東さん。月島は得意なことでなくてもそれなりにこなす。でもこれは少しのぎこちなさと最大限の丁寧。なんか感動。ロック3枚。よっしゃー。3番アズマでブロックを弾き飛ばした。来た、やべえ。木戸さん、一本ナイスだ。やべえ、バテ島か。こいつ今絶対僕のせいにしたな。絶対いつもより高かったから。そうだよ、俺たちも帰るにはまだ早い。大きく弾き出した。しかし菅原いる。一番丸山、ブロックアウトがうまい。でもフェイントの可能性も捨てない。いけー、止めろー。チャンス準備された心に降り立つ。全国の1番と2番両方とやれるってことか。第1シードのイタチヤマが決勝まで来ればだろう。反対側のブロックだから。お、そっか。でもイタチヤマに勝ったやついたらそこが一番じゃん。そうか、そうか。はあ、なれない、なれないわ。お前らのその変な自信。お、セカンドユニフォームになってもやはり野谷さんの主役か。だろ。影山、やっぱオレンジ似合わねえな。うるせえ、全身みかん野郎。なんだと。慣れないけど仕方ないね。君はなんかもう色がうるさい。月島。月島には言われたくねえよな。いいな、
なんであんな普通にしてられんだろうな。よし、移動するぞ。はい、はい、いいか、でかいラッパかっけー。よし、行くぞ行くぞ行くぞ。ユース候補になっている有望な選手です。まさに東西セッター対決。いい感じに止めた。どうすれた。同時にやれねえならやるな、ボケ。和太鼓だ、かっけえ。あ、サイコ姉さん。かっこよしする。新種のシーンだな。ねえよ、挽回。後ろマイナス。ナイスだ。なんか空気的に俺に上がる感じだったじゃねえか、バーカ影山。バーカ、これ止めてみたかったんですよね。ここまで買うな。今のは高かったですね。なんだあいつら、ハイタッチとかしろよ。日向が宮治をぴったりマーク。代わりにレフトセンターからの攻撃には日向以外の2人で必ず2枚つく。大役を任された僕に嫉妬かな、月島くん。そうだね、月島ツッコミめんどく。日向が宮治にコミット。当たった。あったー。うわー、見たかね、影山くん。まぐれだろ、おめえが一番びっくりしてんじゃねえか。一対一で一番嫌だったブロック。クロスには打たないでね。打てないよね。おっ、ね、紛れるシンクロ攻撃。しゃーしゃー。ちょよ、今の技とか。よし、すげえ嫌だったブロックス。あ、今決めたのお前じゃねえだろ。もはや俺は攻撃だけの男ではな。聞けよ、おい影山。ブロック3枚。よし、浅井さんもああいうの打っていいんですよ。いや無理無理、上は無理でしょう。レフト浅井さん。よそげ、俺ながらよそげな二段トス。まぐれだな。お、やべ。おお、あし。出店取ってこいよ。なんで涙目なんだよ。いや、エースでしょ。向こうの10番が真ん中切り込んできたとき、ガッてブロック寄ってきたの、すげえかっちょよかったっす。おかよ、マジっす。伊達校のブロックみたいで、マジで一枚や。
きる。ナイスキー。あいつ本当なんだろう。すっげえな。月島。さっき俺が呼んだのしかとしたな。え、だってアズマネさんの方が決めてくれそうだなって思って。なんでそんなにはっきり言うの。ノータッチ。西野屋でもちゃんと取れるか分かんねえ強烈なサーブが、ミヤ・アツムのサーブで現実だ。あと俺は人を励ますのが苦手だ。 A パスなんかなくても俺が決めてやる。A パスじゃなくていいですけど、高くください。お前はやはりタイミングとかがあれだよね。あ、なんだよ。早い速攻。バッチ。よし。日向がビビってどうする。月島は宮治と砂凛太郎、この二人とより多くマッチアップしてもらう。頼むぜ、変人速攻キラー。はあ、はい。ごめんね、君の大役取っちゃった。いつでも煽りを忘れない月島、仕事に職人系だな。いざって時借り出されてきっちり仕事した縁の下、成田、俺もどっかで何か劇的な活躍ができるんじゃないかって勘違いしてたんだな。おい、ぞ！お前がここぞってところでかっこよく決めるチャンスは別に今日で終わりってわけじゃねえんだからな。は、はい。西野屋、前！悪かった。謝んないでくれる。僕の高さが足りなかった。うるせえ、俺が見誤った。俺のミスだ。全然そう言ってるように見えないのがすごい。さあ来いや。ここで決めてみせた。エースの意地、アズマネ・アサヒノータッチエース。ダメかさん。影山、田中さんの攻撃が必要です。あれは
励ましなんかじゃねえ。もっとギリギリ、もっと広く、スパイカーに選択しろ。励ましなんかじゃねえ、この信頼に応えてみせろ。極上ラインショット、見事に決めてきた田中龍之介。ナイストス、ナイスキー。ここでこの人を叩き落とせたらチームは大盛り上がりだろうな。でも無理だから、いろよ。またも上げたミドルブロッカー日向翔陽。翔陽さん、けどこいつ本当にブロックうめえんだな。くそ、頭はクリアなのに足が遅れる。速さは魔性だ。視野を狭く、呼吸を浅く。戻れ、すぐネット際。オーライ。楽してこうぜ。高く優しいファーストタッチ。味方に呼吸をさせるファーストタッチ。やっべえ、泣きそう。返した、すげえ。戻れ戻れ、早く。辛い。何人かやってそうな顔っすね。かっけえ。集中してると俺こんな顔なの？いつもこんなだべ。試合の興奮収まらん。すぐにでも試合したい。気持ち悪い。月島、それ嫌味じゃなく本気のやつだろ。傷ついたぞ。